工場の点検の最中でした。構わないんですか、喋っても。あ、どうぞどうぞ、喋っててほしいんです。私は技術の方の出身でしたから、かえって油断があったのかもしれない。本来は窒素を多めにした液体空気を使うべきところを、間に合わなくて臨時に液体酸素でごまかしていたわけです。Thank you.